祈ってるだけじゃもうどうにもなんないんですよ。祈りだけで世界が変わるんだったらこんな世の中なってないんです。悪霊のような悪性が目の前にあるんだから、これをまず倒しに行かなきゃダメなんですよ。そこを祈ったって倒れないんです。今なんですよ。この世が地獄なんですよ。この世を変えるために私たちは生きてるんだ。私はそういう考え方です。私は富士堆積事件紹介という団体で活動しています。会長浅井先生が、日本国の政治家3万人に検証新聞を毎月送付しています。山本太郎先生の方にも多分届いていると思うんですけども、この新聞は拝聴しているでしょうか。それと私たち検証会はいろんな問題はみんな抱えているので、国を何とかしたいって思いはあると思うんですけど、最終的に一番大事なのはみんなの心がやっぱり変わらなければ悪心が盛んになるから国が滅んでいく。いろんな経済制裁をやったとしてもそこに悪心があればそのお金は悪に使われる。だから根底はやっぱり人の心が変わらなければいけないっていうことに集中していただきたいと思うので、それと新聞をしっかり読んでいただきたいなと思います。ありがとうございます。どの方でもマイクを握れるって言ったので、宗教の勧誘されている方までマイクを握られたんですけど、ありがとうございます。新聞はちなみに読んでません。すいません。それを読む時間があったら別の資料を読まなければならないので申し訳ないです。まあ信教の自由というものがあるので、それぞれ何を信じるかというのはもちろん自由です。一方で、その信者を騙し、そして高額な、寄付をさせみたいなこともカルト教団として有名になっているところもありますけれども、くれぐれもそういうところにはお気をつけくださいと。でそうではなく一方で世界を救うためにやってるんだという話でしたけど、ごめんなさいね、一言で言うと祈ってるだけじゃもうどうにもなんないんですよ。祈りだけで世界が変わるんだったらこんな世の中なってないんです。もちろんその一方で祈りを忘れたからこそこんな世の中になってしまったんだという切り口もあると思います。だって祈るぐらいに純粋にまっすぐに何かしら心を、空っぽにして、なんかそういうような精神を忘れてしまったからっていう人もいるかもしれないけど、宗教活動であったりとか自分のやりたいことをやっていただくのは大いに結構なんですけれど、これは祈りでしか変えられない、心にある悪を追い出さなければどうにもならないというような教義で何とかなってるんだったら、もう世界はとっくに平和になってます。でもそうはなってない。じゃあ何をしなきゃいけないのかって言ったら、現実と向き合うことです。現実と向き合うことって何かって言ったら、悪霊のような悪性が目の前にあるんだから、これをまず倒しに行かなきゃダメなんですよ。そこを祈ったって倒れないんです。祈ったって倒れない。何年、ちょっと待って、その階層といいますか、されて何年経つの。そこは昭和30年。昭和30年から始められてる。でも社会は悪くしかなってませんよ。いや、この仏法は700年前から日本の国家に宛てた手紙としてされています。ありがとうございます。私は、はい、新聞を先生が送ってると思うので読んでほしいんですよ。いや、私まだ政治の世界に入る時からいろんな場所で待ち伏せされて、幹部の方とか話しかけてくることがあるんですね。だ幹部じゃ話ならんからトップ呼んでこいって言ったら、それから来なくなったんですよ。ごめんなさいね。あなたが信じるものに対して私は否定しない。700年前からそれがあったってことは、何かしら救いがあった人たちがいるから、これは繋いでこられたんだろうとそう思うんです。で一方で何かって言ったら、700年前からあったもの様々ありますよ。歴史が長いからいろんな宗教がね、外国からの宗教もあるわけだし、いろんなものがあるわけですね。それを考えた時に、本当に祈りやったり教義っていうもので社会が変わるんだったら、とっくに変わってるってこと。心の自分の隙間を埋めるということである。私はそういうことだと思ってるんです。手を合わせるってことは。でもうごめんなさいね、何回もやり取りしない。だいたい1人1分で喋ってもらってるんで。祈ることも重要でしょう。何かしら手を合わせたくなる。特に、自分自身の持っている神様みたいなものがなかったとしても、日本人は手を合わせるものですよ。推しがいなくても手を合わせてしまうような、私は民族なんだって思ってるんですね。一方でそれだけじゃ変わらない。だって昭和30年からやられてるけど、昭和30年から今まで悪くしかなってないですよ。海を出し切らなければって話になったとしたら、これもう戦争でも起きなきゃダメになっちゃうんですよ。そういう話じゃない。今社会は変えられるんですよ。祈ったり何かを布教することによって変えていくんじゃなくて、今目の前にあるみんなに与えられる権利として政治に参画する、これは参政権を駆使していきながら変えていく局面だと思ってます。だからやり方はいろいろあってもいい。私はあなたのやってることに対して、あなたがそれで救われるんだったらやればいいと思う、うん、あなたの信じてる推しを。新聞どうでしたか。ごめんなさい、いろんなもの届くので隅々までは読めない。
で目の前でやらなきゃいけないものに目を通さなきゃいけないから、だから申し訳ない、あなたの推しに対していいよねって言えないのが申し訳ないけど、でもそんなところです。申し訳ないです。ありがとうございます。いいんですよ、宗教を否定してるわけじゃない。やっぱりこれだけ無茶苦茶な社会になってったら、よりどころってものは必要になってくると思うし、でそう思った時に寄りかかれるものがあって、あなたが救われたりバランス取れるんだったら、そんな素晴らしいものはないと思う、行き過ぎたものでなければ。そう思うんですけど、この現実、地獄はどこだって言ったら来世じゃないんですよ、今なんですよ。この世が地獄なんですよ。この世を変えるために私たちは生きてるんだ。私はそういう考え方です。だから自分が動くんです。死んでからのことなんてわからない、死んでみなきゃわからない。だから来世に対して死んでからのことを何かしら、もっと社会にいいところに行けるようになんて願う前に、私は今この世の中を変えたいと思ってる。その方法は政治しかない。政治で作られたルールの中で誰もが逃げられない状態だから、逃げ切れない、そう思ってます。そう感じた時にやるしかないと思って一歩踏み出しました。どうか力を貸していただきたい。令和新選組と申します。あなたがこの国の最高権力者、あなたがこの国の最高権力者、そうですよ、あなたがオーナーなんですから。この国のそのオーナーの4割5割がその権利を捨ててしまうのが選挙。もったいないね。2割程度のオーナーの支持を得て自民党はずっと政権握ってんですよ。たった2割でいいんですよ。けれどもその2割さえも握れないっていう野党の不甲斐なさはあると思います。だから私たちは野党も与党も茶番だっつってんです。ぬるい仕事やってるから30年一度も良くなんないんだよ、この国が。どうせ通るだろう数の力で、野党は数が少ないから次の選挙で勝つしかないかって、どれだけの悪法でも最後出口、採決には応じる。ダメなんだよ、採決に応じちゃ。その法律が通った後にはさらにみんなの首が締まるんだから、徹底的に体張って戦わなきゃダメなんだ。数が拮抗してれば戦える、でも数が少なければ諦めるしかない。そんなバカな話ないですよ。なんとか止めろ、なんとしてでも止めろ。常軌を逸した奴らに対して私たちが止めるのが、おそらく国会っていう場所の野党に託された仕事だと私は信じて疑いません。なのでどうか叱咤激励していただきたい。野党に対しても戦えと。昔の野党は戦ってたよ、悪いもの止めようとしてたよ。今は牛歩もやらないって、今じゃバリケードも張らないって、そんな時代じゃないんだよって。何の話ですかそれ、意味不明。評判が悪い、評判が悪かったっていいんですよ。悪い方を止められれば、悪い方を止めるっていうか、みんなが今どれだけ悪い方が通ろうとしてるのかってことを多くの人々が知るような機会を作れればそれでいいじゃないですか。その後また選挙でジャッジしてもらえばいい。そんなこともせずに戦ってるフリーだけだったら、この国はさらに衰退を深め、人々は苦しむだけになってしまう。徹底的に戦う野党、その先頭に立ちたい、そう思っている令和新選組でございます。すいません、長くなっちゃってありがとうございます。